全盲女子のナミヘイマルです。今回もいつも一緒に動画を作ってくれているカズヘイタさんからトークテーマが届いてますので、この iPhone で見てみましょう。ナミヘイマルちゃん、カズヘイタです。いつもはトーク中心でお送りしているこのチャンネル、たまには動きが欲しいなということで、今回はお主の日常の小さな1コマを視聴者さんにリアルでお見せしようという企画を行う。普段の生活の中でこのサイトをよく利用するとか、最近このサイトを知って便利だと思ってるみたいなのがあれば、実際にそれを使っているところを撮影しながら実況してくれたまえ。初の試みなのでどうなるかわからないが、検討を祈る。はい、そうなんですよね。動きのある映像をね、撮りたいよねっていう話はずっとしていたんですけど、なかなかうまくいかなくてですね。まあ実は今回ですね、最近ラジオで知ってすごく便利だなと思ったシステムがあって、それを紹介したいなと思ってるんですけど、もううまく紹介できるのか私という感じですね。まあやってみましょう。で、どんなシステムを紹介するのかというとですね、なんとこのスマホのカメラでですね、撮影した書類、その書類を自動で点字に変換してくれるというシステムなんですよね。で、私よくね、アプリでこうカメラで文字を写して音声で読み上げてくれるというものを使うことあるんですけど、このシステムはさらに短時間で点字にまで変換してくれる。そこがとってもありがたいところだなと思ってまして、例えばね、こう出かけた先で紙の資料をもらうっていうこと、今も時々あるんですけど、それをその場で自分自身で読みたいなとか、あとそれを読みながら話を聞きたいなっていう時なんかに、この書類が点字だったらいいのになって思うことあるんですけど、そういう時このシステムがあるととっても助かるなぁと思ったんですよね。で、そのシステムというのをですね、作っているのが高尾 AI 株式会社というところで、東京工業高等専門学校の学生さんが在学中に起業されたということ で、今その転訳システム、転読っていう名前なんですけど、その開発中ということで、今デモ版が提供されてるんですよね。で、そのデモ版を使って私がね、書類をどんな風に読めるのかっていうのを今からやってみたいなと思ってるんですよね。で、書類がですね、この前ちょうど私の手元に届きまして、私退職したばっかりなんで離職票が届いたんですけど、その離職票と一緒に入っていた書類がありまして、これ厚生労働省の書類というのは聞いてるんですけど、中身をまだ確認していないので読めるのかどうかというのを少しここでやってみようと思います。ではまず高尾 AI さんのサイトを開いてみます。今開いた状態になっていますね。技、技術の技、技術で人々の情報格差をなくす。テンブックデモバナー、訪問済み、リンク、製品情報。こんな感じですね。で、高尾 AI さんって
アルファベット全部大文字で TAKAOAI で高尾 AI さんなんですけど、この会社の名前で検索するとこのサイトにたどり着けますね。では3個のコロン、ドック、製品情報、全ドックデモバナー、訪問済み、リンク、イメージ、デモバナー開いてみます。全ドックデモバナー、訪問済み、リンク、イメージ、画像を選択、メイン、ランドマーク、はい、画像を選択というのが出てきました。ここで転訳したい書類を選択するんですね。写真ライブラリボタン、自分の持っている写真の中から選ぶこともできるし、写真を撮るボタン、今から撮るということもできるということで、では写真を撮ってみようと思います。はい、今から撮るわけですが、うまく撮れるでしょうか。ちょっと緊張しますね。はい、では撮影してみます。どうでしょうね、これうまく撮れたのかどうか。ちょっと私再撮影ボタン自身ではよくわからないんですが、イメージ大丈夫ということにして、再撮影ボタン、写真を使用ボタン、この写真を使用します。写真を使用、サファリ、タカワイ、訪問済み、リンク、バナー、ランドマーク、企業情報、お問い合わせ、サムネイル、イメ、利用規約に同意する、チェックボックス、チェックが外されました。利用規約にチェックマークがつきました。同意します。に同意する、転訳を実行するボタン、では転訳実行してみます。転訳を実行する、さあどんな感じで転訳していただけるのでしょうか。ボタン閉じる、はい、結果、結果がもう出てるんですね。要約するボタン、要約するボタン、要約するという機能もあるということで、ベースファイル、ビューターボタン、でまた展示ディスプレイで読むための形式でファイルをダウンロードすることもできるですね。文字数などの条件によって文章の要約を行えます。体験版であるため長すぎる文章に対しては要約を行うことができないようになっています。大なり離職された皆、これが転訳結果ですね。求職者の方へ、黒い石型このパンフレットには離職された皆様に特に重要なことをハローワークにお問い合わせください。また合わせて離職票、黒い石型このパンフレットにおいて離職とは雇用保険の被保険者名印受給手続きには個人番号確認書類、マイナ1雇用保険の求職者給付と花むる。これを聞く感じではまあなんか内容はわかるかなという感じなので、雇用保険の失業など給付には失業された方が安定した生活用求職活動を支援するための給付として求職者給付が以下、求職者給付の中で返事で確認してみたらどんな感じなのかというのをやってみますね。結果、結果ボタン、結果ボ、転訳を実行するに同意する、利用規約でボタン、結果要約するボタン、ベースファイルビューターボタン、はい、ではファイルをダウンロードベースファイル警告エクスポート BSETXT をダウンロードしますか。閉じるボタン、表示ボタン、ダウンロードボタン、ダウンロードベースファイルビータボタン、文字数などの条件によって文ベースファイルビータボタン、文字大なり離職された皆、はい、では展示ディスプレイで見てみましょう。ではよく私の動画の中に登場している展示ディスプレイ、38万ぐらいするものなんですけれども、それを用意しました。ここにですね、先ほどダウンロードした転訳データを入れました。私の今の環境だと iPhone からこのディスプレイにデータを転送するのちょっと手間取ってしまうので、今回その転送作業の工程に関してはカットさせていただくということで、まあまた
環境さえ整えてしまえば転送って簡単にできるかなと思うんですけれども、今回はもう入れた状態にしてあるので、それを今から読んでみようと思います。読みます。離職された皆、求職者の方へ。このパンフレットには、離職された皆様に特に重要なことをハローワークにお問い合わせください、また合わせて離職票、このパンフレットにおいて、離職とは雇用保険の被保険者、受給手続きには個人番号確認書類マイナン1、雇用保険の求職者給付と花むる、雇用保険の失業等給付には、失業された方が安定した生活用求職活動を支援するための給付として、求職者給付がといった感じで転訳されていますね。はい、大体の内容はつかめるかなという感じですね。まあ、私の写真の撮り方がちょっと良くなかったかなという気がしてるんですけれども、でこのシステム、今お試し版ということで、またさらに使いやすいものになるようにということで、今開発が進められているということで、今後がとっても楽しみですね。もうこれからも応援していきたいなと思っているところです。ということで、今回は私の日常の一部を紹介するということで、最近気になった転訳システムについて紹介させていただきました。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。